ホー M1 グランプリ。さあ、ついに始まりました第1回東宝 M1 グランプリ。第1回目ですから名誉あるお仕事だと思います。司会進行を務めます森近凛之助です。よろしくお願いします。サメイマルアヤです。よろしくお願いします。はい。第1回東宝 M1 グランプリ永遠亭蓬莱仮設スタジオより生放送でお送りいたしております。さあ始まりますが、しかし緊張感のないスタジオですね。はい、お客さんも妖怪だらけですしね。さあ、漫才の頂上決戦といえば気になるのはネタ順です。説明をお願いします。はい。本日鳥の国に公正なる抽選会が行われまして、決勝の出番順はすでに決まっております。それではいよいよここで決勝の仕組みを確認しましょう。はい。4組で行われます決勝戦、持ち時間は1組10分です。合計得点の上位2組が最終決戦へと駒を進めます。最終決戦では別のネタを披露しなければなりません。その中で一番面白かったと思う1組を審査員が記名投票します。その時点で栄えあるグランプリの栄冠と蓬莱の薬が贈られます。はい。優勝商品は蓬莱の薬。飲んだら不老不死になりますからね。はい、飲んでみたいです。飲んでみたい。そうですか。まあ私はいいかな。さあ、それではいよいよ参りましょうか。ここでまずは本日の厳正なる審査をしていただく皆さんをご紹介しましょう。幻想郷の笑いを知り尽くしたと言われている九尾の狐、最強の妖獣ヤクモランさんです。おいしい。何食べてるんですか。油揚げ。口を開ければ滑り知らずの天才、永遠亭のお嬢様蓬莱さん、かぐやさんです。お願いします。滑っても時を戻して滑り知らずのお嬢様。彼女が来なければ春は来ない、リリーホワイトさんです。存在自体が不条理です。そして幻想郷のお笑いに白黒はっきりつけたい、東宝 M1 グランプリの企画者で今大会の委員長でもあります、山田ドゥ四季英樹さんです。はい、どうも。最高権力を持つエンマ様、よろしくお願いします。さあ四季英樹さん、はい、第1回目の東宝 M1 グランプリですがいかがですか。第1回目の感じは。うん、非常に楽しみ。まあ私は1回戦から拝見してるけど、1800組から勝ち残った精鋭だから、これは白黒つける甲斐があるね。そうでしょうね。さあ、ではかぐやさんいかがですか。はい、200年は大笑いしてませんから、今日はたっぷり笑わせていただきたいですね。はい、200年分は笑って帰ってくださいね。審査もお忘れなく。はい、ではヤクモランさん。うん、はい、うん、美味しい。いや、正直言うと、なんでここに座ってるのか分かんないんですよね。え？落ちてる油揚げをたどっていったらここについちゃったんですよ。どういうことですか。あの、審査員が足らなかったので一部適当に座らせています。大丈夫ですかそれ。審査できますかランさん。なんか適当に。まあきちんとやってくれるんだったらいいんですけどね。はい、じゃあ最後はリリーホワイトさんいかがですか。はい、はいはい、うん、ああなるほど。って全然わかんない。これわかんないな。わかります。はい、わかるんだ。じゃあ翻訳お願いします。リリーホワイトさん、もう一回お願いします。私は春を告げる妖精です。うん、以上ですね。終わりかい。なんで言ったかな今。知ってますからねあなたのことは。なんか嫌な予感がしますけどね。まあいいでしょう、本日はよろしくお願いします。はい、ちょっと審査員が気になりますが、まあやっぱりね、まあ、今日の主役は今から出てくる幻想郷の漫才師ですから。4組ですね。会場のお客さんも早く漫才師を出せという空気が漂っています。はい、早速開会宣言に行きましょう。はい、わかりました。開会宣言、四季英樹さんお願いします。はい、拍手。はい、ではただいまより第1回東宝 M1 グランプリを開会します。よろしくお願いします。来ました、お待たせしました。早速決勝戦を始めたいと思います。はい、まず決勝戦の審査は各審査員の持ち点100点、合計400点満点での採点となります。はい、まずは4組の中から2組に絞るという戦いですね。そういうことです。早速行きますか。行きましょう。東宝 M1 グランプリトップバッターはこのコンビです。どうぞ。